じゃあ始めさせていただきます。まあ、こんな感じのヤフー知恵袋みたいなタイトルで、いすみん5日でログ発表します。で、まあ、自己紹介だけすごく雑にやっておくと、まあ、うさみみ東大院生でググっていただくと、まあ、何らかの僕の情報が出てくるんで、そんな感じでお願いします。で、まあ、前はモンテッドリーさんで JavaScript Redisのエンジニアをしてて、今は、すごく人数が少ないベンチャーで、まあ、IoT 系の Android アプリを書いている言いている感じの大学院生になります。で、まあ、早速入っていきますが、まあ、こんな感じの、まあ、雑に日本語に訳すと Java と JavaScript の違いって何ですかっていう、まあ、これスタックオーバーフローの質問のページのタイトルそのままパクってきたんですけどで、まあ、さすがにここまで抽象的なタイトルだとちょっと煽りタイトルっぽいんで、まあ、話す内容的には、まあ、その違いっていうのは、まあ、アーキテクチャ、ソフトウェアアーキテクチャの違い、ソフトウェアアーキテクチャの設計の違いで、まあ、JavaScript はモダンなフロントエンド JS で、Java の方は Android アプリケーションの Java だから、まあ、フロントエンド JS と Android Java のアーキテクチャデザインの違いって何ですかみたいな話をします。で、まあ、まあ、まずここの人って、まあ、ここに来ている人って多分 Android エンジニアが多いんですけど、エンジニアが多いと思うんですけど、フロントエンドの JavaScript を書くことがあるって人どれぐらいいらっしゃいますか。あ、ぼちぼちいる。意外とまあ半々ぐらいなんですかね。ではフロントエンドの JavaScript についてまあどんな印象を持っているかっていうのをまあ人々に聞くと、結構まあ特に普段 Android IoT しか触ってないみたいな人に聞くと、まあなんか1年前の技術が次の年には腐ってるみたいな、そういうことをよく言うんですけど、まあ実際にそういうのは日本だけじゃなく海外でも言われてて、まあ、こういう記事がありまして、これすごい極端な言い方で、まあ、16分に1回、素晴らしい JavaScript のライブラリが できてくるみたいな、それを言われるぐらいには、まあ進化が激しい分野になります。で、まあ、世の中には ToDoMVC っていう、まあ、そのあらゆる JavaScript のライブラリで ToDo アプリを作ってみましたみたいな、なんかよくわからない方のリポジトリがあるんですけど、それを見ると、63個のToDoMVC のアプリがあって、ということは JavaScript のライブラリの組み合わせで63種類、まあ、存在していると。で、まあ、jQuery とかバニラの JavaScript も含めて、まあ、こんだけあるってことで、じゃあこんだけ、まあ、JavaScript が使われてるってことはやっぱりすごい需要がある分野だから、まあ、使われてるのであって、まあ、これ薄く透けてるのが、あの、何でしょう、 Ruby でいう RubyGems で、まあJava、Android Java でいう J センター、Maybe Central なんですかね。まあ、NPM っていうノードの、ノード JS のパッケージモジュール、パッケージマネージャーの、まあ、登録されてるモジュールの数なんですけど、まあ、すごい勢いでガーッと伸びてて、なんか、あの、上って矢印が入ったところで、なんか、あらゆるパッケージマネージャーの中で、まあ、一番モジュールの登録数が多いみたいな感じだったって、まあ、そんだけ、まあ、いわば爆発的な成長を遂げている、まあ、JavaScript、の世界、フロントエンド JS の世界っていうのは、まあでも同じフロントエンド、Android もまあユーザーの対してユーザーに向けて UI を表示して、でユーザーのインタラクションをハンドリングして何らかのフィードバックを返すみたいな、そういうフロントエンドのアプリということに違いはないんで、じゃあその JavaScript の成長を Android アプリに取り込むことができれば、なんか新しい世界が見えるんじゃないかっていうのが、まあ僕の今日の発表になります。で、まあ、一番最初は、まあ、歴史の授業から始まるんですけど、まあ、JavaScript のがどんな、まあ、歴史、どんなそのステップを踏んで今の状態に至ったかっていうのをすごく、ダイジェスト形式というか雑に、振り返っていきます。で、まあ、まず JavaScript の本当に黎明期、ダイナミック HTML とか言われてた時代の JavaScript のライブラリっていうのはプロトタイプ JS とか jQuery っていうのがあって、まあ、jQuery は今も使われているんですけど、まあ、こいつらはこういうライブラリが最初にあって、まあこいつらが何をしてたかっていうと、基本的には、ブラウザー間の差異を吸収する、まあ多分知り合いのウェブ屋さんからインターネットエクスプローラーというクソブラウザーがあってだなみたいな話は、聞いたことがあると思うんですけど、まあ古くはインターネットエクスプローラーとネットスケープ、もっと前もあるんかな、からその JavaScript の実装が違ってたのをその差異を吸収して、例えばブラウザ JavaScript から非同期のリクエストを飛ばすのにも、違うコードを書かないといけなかったのを、まあ、吸収するであったりとか、あとは単純に、DOM の ID とかクラスから、
jQuery だったらドルカッコ、ドットクラスネームで聞けるとかああいうのがあるんですけど、まあ、そういうすごい簡単にドムを扱う術がこういうの2つで提供されてたっていうのがあって、あとまあ jQuery はプラグインの機構が結構よくできてたのがあって、まあ、流行っていきましたと。で、まあ、次の時代としてまあリッチこんなリッチインターネットアプリケーションって言い方を僕は今回初めて知ったんですけど、まあ、ちょっと派手になって、まあ、その JavaScript、マシンのリソースもちょっと豊かになってきて、 JavaScript の表現も豊かになってきて、じゃあそのリッチなアプリケーションで、一つ飛んで今はシングルページアプリケーション、HTML5 のプッシュステート API を使って、実際にはページを遷移しないけど URL を変更して JSON でAPI を叩いてその結果でページを書き換えてみたいな、ブラウザの遷移を伴わないシングルページアプリケーションとかが入り出して、で始まったのが、まあ、一番上の MVW 系、まあ、モデルビュー、例えば、まあ、Ruby on Rails の MVC とかよく聞くと思うんですけど、とか MVVM とか、まあ、そういうのを、まあ、総称して MVWhatEver、 モデルビュー WhatEver で MVW フレームワークっていうんですけど、まあ、そのフレームワークが出てきましたよってことで、まあ、バックボーン JS、エンバー JS、ノーカード JS、アンギュラ JS みたいなのが出てきて、まあ、で徐々にそれがアンギュラ JS の次にできたリアクト JS がコンポーネントベースでって時代が変わっていくんですけど、まあ、でまずこの MVW の、まあ、私のバックボーン JS の一つの、出てきた理由として、その jQuery が結構グローバルな空間に書かれてていろんなところを汚しまくってたんで、まあそれに何ていうか治安をもたらそうとしたのが、まあ、バックボーン JS で、まあ、これが MVC な本当にモデルとビューとコントローラーがあるようなフレームワークなんですけど、で、まあ、その後エンバー JS、ノックアウト JS みたいなのが出てきて、でこいつら何ができるかっていうデータバインディングができて、まあ、例えば何だろう、いいねボタンを押したらいいねの数がインクリメントされて API 叩いてみたいなとか、そういうなんか何でしょう、直接ドムをいじらなくてもユーザーが民主的にいじらずにデータが更新されるっていう、まあ、データバインディングが積まれましたよ。で AngularJS は、まあ、つい最近流行ったやつですけど、まあ、フルスタック MVC フレームワークみたいな感じで、コントローラーもありのディレクティブみたいなコンポーネントもあって、で裏側のサービスとかもあって、なんなら DI コンポーネントの Android でいうダガーを結構ダガーを AngularJS が内包してるぐらいの勢いで、まあ、あって、あとはその変更検知、モデルの変更検知とか本当にもうあらゆる機能を詰め込んだ、まあ、フレームワークが AngularJS でした。で、まあ去年一昨年か、ReactJS が ReactJS っていうのが出てきて、で今年去年 Angular2、 AngularJS じゃなくて Angular なんですけど、Angularっていうフレームワークライブラリが出てきて、でこいつら何かっていうと、その AngularJS はフルスタック MVC なんでページ全部を作るフレームワークだったに対して、まあ、この2つっていうのはコンポーネント、ページの部品部品、ページを1個の部品、それぞれ部品の集まりと考えて、構成するっていうのはコンポーネント思考のもので、まあ、ReactJS の場合はそのバーチャルドムっていう HTML を更新するのって結構コストが高いんですけど、それをまあ、いい感じに軽くしてくれるバーチャルドームっていうのがあったりとか、 AngularJS だったらタイプスクリプトと RxJS を導入して結構なんかド派手にっていうか、なんかまあいい感じにやってくれるっていうのがコンポーネントベースのが来て、でコンポーネントってやっぱビュー側だけなんで、じゃあ後ろ側のアーキテクチャが必要なんで、まあ、そこで出てきたのが、まあ、名前聞いたことあると思うんですけど、 Facebook の Flux であったり、あとは Redux っていう、まあ、こいつらはそのコンポーネントの後ろでデータの更新を司る部分で、まあ、特徴としてはアンディレクショナルデータフローっていう一方向のデータフローを扱うっていうので、まあ、これは後でちょっと説明します。でフロントエンド JS はこんな感じですげえいっぱいそのアーキテクチャの実装が出たんですけど、 Android Java に関してはあんまり聞かないなと思って、なんか遡れば Android MVC みたいな謎ライブラリがあったりするんですけど、ちょっと僕は触ったことないんで、でまあ、なんでかっていうと、まあちょっとここで突然の日本語なんですけど、 Android フレームワークって結構やっぱりすごいしっかりしてるんで、無理に上にでかいフレームワーク、例えば AngularJS みたいなフルスタックのものを載せる必要がないっていうのがあって、までここまで出たんかったのかなっていう。じゃあ一回ちょっと立ち返ってみて、なんでまあアプリケーションのアーキテクチャみたいなのが必要なのかっていう、なんで俺たちはそういうものを導入しなければしたいと思うんだみたいなのをまあ考えてみて、ここはまあ全然僕の勝手な結論ですけど、やっぱり可読性とメンテナンス性、コードの変更のしやすさとテストの書きやすさって、この3つを結構上げるためには重要なんかなっていう。で僕が
Android のアプリに設計を入れたい理由っていうのは大体この3つなんで、まあ、その FAT のアクティビティの中で例えばなんか RELM のクエリを立ててとかになるともうテスト不可能になるんで、まあ、そういうのを防ぐためにいい感じに多少は構造化していってっていうのがまあフレームワークの導入のモチベーションなんかなっていうことで、やっぱり Android フレームワークだけではちょっと厳しくなってきたなかなっていうのは、ちょっと機能、例えば VLE が使えるようになりました、 iBeacon、 Beacon が取れるようになりましたとか、なんかあとは突然パーミッションの制御を自分たちやらなければいけなくなりましたみたいなんで、結構書く量が増えてきた中でやっぱり Android フレームワークだけじゃちょっと厳しくなってきたんで、最近 MVC、MVP を Android に導入しようみたいなのが入っているのかなっていうのが僕の考察です。でまあここでアプリケーションアーキテクチャについてもうちょっとだけ深く見ていくと、まあ大きくさっき出た MVW と Flux Redux について見ていって、まあ、MVW についてはまあすごく雑に、まあ、これ3つ書いてるんですけど、一番左上、まあ、MVC みたいなのとかで、あとはモデル、ビューモデルの MVVM とか、あとは Android でも出てくるな MVP とか、結構そういういろんなコンポーネントに分けて、アプリを構築するってなかったんですけど、まあ、これに対してお前それはってだったなんか言いを唱えたのが Facebook さんで、まあ、ごちゃごちゃ書いてるんですけど、結局何が言いたいかっていうと、そのユーザーがいろんなアクションをできる中でやっぱ MVC でじゃあちょっとスケールしないんじゃないかっていう、お前何個イベントハンドリングするつもりやみたいな、すごい複雑になる中で MVC じゃ MVW じゃスケールしないってことで、まあ、Flux っていうのが、Facebook から出てきましたって、これも結構ごちゃごちゃ書いてるんですけど、何が言いたいかっていうと、まあ、ユーザーがアクションしたらそのアクションをストアにこんなアクション来ましたよって無責任に投げつけたら、あとは吉野にやってくれて、でその処理結果が手元に戻ってくるっていう、そのさっき言った一方向のデータフローのフレームワーク、データの流れのフレームワークになってるっていうので、まあこれも結構複雑に書いてるんですけど、まあ、世の中にちょっと海外にそのバカでも分かるリアクト JS みたいなそういうサイトがあって、あこれマジだったやつなんですけど、まあそれのフラッグの説明がすごい分かりやすくて、まあなんかビューでイベント発生したら、そのイベントがモデルをアップデートして、でそのモデルがさらにそのモデルが更新されますとイベントを発火して、そのイベントをビューが受け取って、じゃあビューは自分を更新しますよみたいな、本当にもうこれだけのことでフラックスがやってるのって、まあ何が言いたいかって、これただのオブザーバーパターンなんですけど、オブザーバーパターン、例えばあとはイベントエミッター系 Android だったらイベントバスとかオットとか使うやつがあるんですけど、まあそういうのって結構便利なんですけど、無秩序に使うと、まあ、GoTo に何ら変わりはないんじゃないかっていうのがあって、その GoTo 化を防ぐためにこうやって それぞれの部品行き先に名前を付けたっていうのが Flux の功績なのかなっていうのがあります。でその次に出てきたのが Redux ってやつで、まあ、Flux はストアに投げつけていく感じなんですけど、まあ、Redux、まあ、これが元状態管理コンテナっていう触れ込みで、まあ、Flux が苦手だったその状態を管理するコンテナっていうので、まあ、これに関してはそのシングル、まあ、それぞれのステートにリデューサーっていうのがぶら下がってて、そのリデューサーステートを全部束ねて一つのステートにしますよっていうの でそのステートに向かって、まあ、リダックス、フラックスと同じようにアクションをディスパッチすることで、じゃあリデューサーたちはこのアクションが来た時だけ自分が持っているストアを更新しますっていう命令をプログラムされてて、で、まあ、例えば一番左の子がこのアクションが来たら自分のステートの状態を一個進めるよっていうリデューサーは、そういうふうにプログラムされたらそのメッセージが来た時だけステートを更新して、でステートが更新されたらそれをビュー側に伝播させて、でビューはそれを拾って見た目を更新しますよみたいなライブラリなんですけど、まあ、今言った通り、Redux はまあ Flux のインプリなんですけど、特にまあ状態管理が得意だっていうので、まあ、Redux に関しては説明をするとこんな雑な感じなんですけど、まあ、Introduction to Redux っていうすごい分かりやすい、しかも日本語の資料があって、多分世界中で一番分かりやすい資料これだと思ってるんですけど、まあ機会があれば見てみてください。で、まあ、こんな MVW、Flux、Redux みたいな過程を経て、で、まあ、JavaScript の、まあ、強い人曰く、まあ、2014年は ReactJS が流行った、じゃあ2015年はなんだ Redux だぐらいの勢いだったらしいんで、まあそれぐらい結構 JS 界に衝撃を与えたライブラリ、すごい実装も薄いライブラリなんですけど、じゃあまあちょっとこのプレゼンの目的に立ち返って、まあ Android Java に
JS のその爆発的な進化を取り入れようっていう、のが目的だったんで、じゃあまあちょっとこのリダックスっていうのを一回 Android に持ち込んでみようじゃないかっていうのが、まあ僕が去年秋ぐらいからちょっとやってて、まあ似たような感じだと、似たような感じだとちょっと失礼ですけど、わさびゆきさんが昨日ちょっと言ってたその、会社のアプリに、フラックスを持ち導入してるみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、あじゃあ僕はリダックスでやってみようと思って、自分のちょうどその秋冬ぐらいから作り始めたアプリがあったんで、まあ、それにリダックスを入れてみましたっていうのが、まあ、リダックスのそのフレームワーク、リダックスのライブラリのところだけ実装したのはこの、まあ、ドロイダックスっていう、ライブラリを作りました。まあ、このライブラリ自体は github.com/izumin5210droidux に置いてるんで、まあ、そこに雑なリードミーもあるんですけど、あります。で、まあ、これを作るにあたって、その JS をのライブラリを Android にポートするときに、まあ、どういう何か、あ、Java と JavaScript ってこういうところが違うんやっていうのを肌で感じることができたんで、まあ、そういうなんか JS のライブラリを Java に持ってきたいみたいな奇特なことをする人たちのために、その知見をちょっと今から共有しますっていうので、まあ、なんか Java と JavaScript のそれぞれのなんか固有の特徴って、まあ、雑すげえ雑だけどこれ、挙げると、まあ、例えば Java には、まあ、コンパイル言語なんで、まあ、コンパイル時に何かコードを生成できる、まあ、最近流行りのアノテーションプロセッシングがあって、あとはまあ当然すごい強烈な型の恩恵がある。逆に JavaScript はダックタイピングな感じで型はゆるゆるだけど、まあ関数がファーストオブジェクトであるから結構、むちゃくちゃなコードが書けるであるとか、あとはまあプロミスっていう非同期 をなんか共通のインターフェースでしかも全でつなぐ形で綺麗に書ける仕組みが JavaScript では標準である。 Android でそれをやろうと思うとフューチャーを使うか、あとはまあでもフューチャーは多分全でつなげないですよね。JDeferred を使わないといけないみたいなですけど、まあこういうのがありますっていうので、まあまず Redux の実装って結構このダックタイピングを強烈に使ってて、Redux 自体はストアにディスパッチするアクションを全部、JSON を投げるんですよね。 JSON だから型もクソもなくて、まあ、一応そのタイプっていうのをタイプっていう要素と何だかバリューかなんかを要素を絶対持っとくみたいな決まりはあるんですけど、それを縛るものが何もないんですけど、何もないくて、まあ、やりにくいんですけど、まあ、Java の場合はこのアノテーションプロセッシングを使えばその辺を全部アノテーションの暴力で殴りつけることができて、で、まあ、これが右に奥にある方がまあカウンターのアプリのRedux の JS の方のコードで、こっち側はカウンターアプリのドロイダックス、Java で書いた方のコードで、まあ、どっちもそのアクションを受け取ったらそのアクションが何かによって、まあ次のステートを返すみたいな仕組みなんですけど、例えば JS の方の実装を見ると、イベントを文字列でさばくっていうので、まあ、これ文字列なんでなんかコンパイル時にエラーとか吐かない、実行してもエラー吐かずにスルーして終わるみたいな、タイプミスがあったら大惨事みたいな感じなんですけど、Android こっちの方は全部アノテーションにクラスを渡してるんで、まあ、そこのクラスが間違ってたらそもそもコンパイルが落ちるみたいな、なんかそういった JS にはない堅牢性を Java で書くと持つことができるっていう、そのダックタイピングで JS がイルファにやってるところをアノテーションプロセッシングを使うと、それに近いことができる上にしかもより堅牢に書けるみたいなのとか、あとは当然 Java には強烈な型の制約、ソフトタイピングじゃないストロングタイピング、特にしかもジェネリクスとかイナムとかあの辺を使うと本当に何だろう、すごい補完も効くし、なんか間違った値を受け取ることもないみたいなのがあって、結構こういうのには向いてるんじゃないかなっていう。であとプロミス、さっき言ったその非同期処理の共通インターフェースなんですけど、これはちょっと例があって、これが何だったかな、 ReduxJS で非同期処理を扱うコードで、でこれの場合そのフェッチっていうメソッド、グローバルフェッチっていう仕様なんですけど、こいつがプロミス、 Java のプロミスを、 JavaScript のプロミスを返すんですけど、っていうふうに結構 JavaScript って非同期処理、最近の JavaScript の API って非同期処理が全部プロミスを返してくれるんで、全部あんなふうに全でつないでっていう、なんか流れるようにゼンダブルな処理をかけるみたいなのがあって、まあ、Java にこれがないやろっていうのは結構つらかったんですけど、まあ、最近は僕たちには強い味方ができて、まあ、RxJava 君っていうんですけど、まあ、それを使うと
まあ、これはドロイダックスのコードで、ドロイダックスのディスパッチのメソッドって全部オブザーバブルを返すんで、まあ、サブスクライブできるし、あとオブザーバブルなんでフラットマップでなんか次のオブザーバブルにチェインすることができて、例えば、これの場合は一番初め、フェッチを始めますよみたいなアクションを、ステートコンテナに投げて、ステートを次のステートに移した後に実際にフェッチの、API を叩いて、でそれが返ってきたらそのトゥードゥリストを、インスタンス変数に入れて、で次のアクションをさらにストアに投げて、ステートコンテナに投げて、ステートコンテナを次のステートに進めるみたいなコードが書けます。でなんだこれはああそうそうそう、ビューでリダックスにおけるビューの話か、ビューリダックス JS の話だったら、まあ、リアクトとかアンギュラーとかってあの辺でビューの方を担当してくるんで、まあ、ステートコンテナの更新が、まあ、そのビューに流れていって、あとはまあよろしくデータバインディングとかやってくるんですけど、じゃあ Android にの場合は何か、そのビューに当たるのは何かって言われると、まあ、アクティビティフラグメントもしくはカスタムビューのレイアウトで、まあ、こいつらに、まあ、毎回毎回わざわざ手でセットしていくのかっていうのとやっぱ結構面倒くささがあって、じゃあ Angular だったらデータバインディングがあるじゃないか、 Android でもデータバインディングがあるじゃないかっていうので、 DroidX のストアって自分のステートが更新されたら全部データバインディングの Notify プロパティチェンジと投げるようになってるんで、なんかもうそのストアのインスタンスをそのままバリアブルに突っ込んだ上で、あんな風に Android テキストの中に掘り込んどいたら、例えばストアの中のユーザーの状態が変わったらビューも勝手に更新されるみたいな、そのセットテキストを使わない優しい世界に行けるっていう、まあ、こういうなんか Android Java 最近の JavaScript っぽいデータバインディングも今の Android のアプトの暴力でなんとかなるっていう。であとはまあ例えばドロイダックスデータバインディング、まあ、これはすごい雑な例なんですけど、ビュー、これビューはまあフラグメントかアクティビティかカスタムビューかで、まあ、そのレイアウトの例えばオンクリックみたいなボタンのオンクリックとかのイベントは全部アクティビティに流れて、そのアクティビティからストアにその起きたイベントに合わせてなんかイベントディスパッチしたら、でストアが変更されたらその変更がノーティファイプロパティチェンジで、レイアウトに流れてレイアウトが勝手に更新されるよとか、あとはドロイダックス、別にリダックスは MVP と組みをかませることもできて、例えばなんだろうこれ、あ同じようにユーザービューでアクションを拾って、それをプレゼンターにデリゲートした後、プレゼンターからストアにアクションディスパッチして、であと非同期処理があったら全部ストアアクションの中でやっちゃって、で、まあ、ストアの状態が変わったら、まあ、レイアウトに流れるか、もしくはそのストアの状態の変更をそのままプレゼンターで監視しておいて、プレゼンターから、プレゼンターはでストアの更新を検知したら、ビューを操作して、でビューは、それをまたレイアウトの処理に移乗するんで、レイアウトを更新できますよであるとか、あとは最近にわかに入り出したクリーンアーキテクチャみたいに、これ結構きれいに分かれるんですけど、例えばレイアウトでユーザーがボタンをクリックしましたっていうのが、ビューはハンドラーズっていうクラスに流します、ハンドラーズさんはストアにその流れてきたイベントに応じたアクションを投げて、ハンドラーさんはそれで終わりで、プレゼンターさんはずっとストアの変更を監視しておいて、じゃハンドラーさんが投げたアクションによってストアが更新されたら、プレゼンターはそれを検知して、じゃあここの値が更新されたんだったら、じゃあビューのここを操作すればいいなであるとか、もしくはまあストアはそのままさっきみたいにデータバインディングでレイアウトにバインドしておけば勝手にレイアウトは変わるよみたいな、まあ、こういうふうにすればなんか更新漏れとかもできなく、起きなくなるし、あとは例えばこうするとハンドラーは全部、イベントハンドリング、このイベントを受け取ってあっちに流すっていうのに集中できて、プレゼンターは、ストアを監視して、ここが変わったら、ビューのここを更新しますっていう、完全に責務が分離できるんで、まあ、テストもしやすい幸せな世界だみたいなことができますよっていう話です。これあとどれぐらいですか？余裕ですか、はい、お、やばい、やべ、いやちょっともし早く終わったら困るなと思ってちょっと余談を入れてるんですけどここにで、まあ、ちょっと今さらっと出てきたんですけど、クリーンアーキテクチャって話があるじゃないですか。で最近やっぱりその Android のアーキテクチャの
流行りって結構あるんですけど、なんかそういう MVP とか国アーキテクチャと か, なんかそういうアーキテクチャ系を自分のアプリに導入されてるって方どれぐらいいらっしゃいますか。 MVP 派、クリーンアーキテクチャ派、あ、クリーンアーキテクチャ派がすごく少ない。じゃあ僕はここでクリーンアーキテクチャの宣伝をします。あと Dagger 2ってどれぐらい使われてますか。半分ぐらい。じゃあ Dagger 2の宣伝もします。で、まあクリーンアーキテクチャを全く知らない方ってどれぐらいいらっしゃいますか。何人かいらっしゃいます。じゃあそれの解説からですけど、まあ、クリーンアーキテクチャに関して僕はこの図しか用意してないんですけど、やべ絡まってる。クリーンアーキテクチャっていうのはなんかなんだろう、まあ、よくあるって言ったらあかんのか、この玉ねぎ型のデータ、ソフトウェアのアーキテクチャなんですけど、まあ、何かというと、一番外側が外の世界で、でだんだん内側に行って、まあ、一番内側がそのエンティティなんだろう、まあ、実体か、実体になってて、お、説明が難しいなこれ。例えばその向こう側に UI ってあるじゃないですか。で、まあ、その UI がそのユーザーの変更、ユーザーがなんかボタンを押しましたみたいなアクションが UI の層から入ってきて、それをプレゼンターにで受けて、でなんかだんだんこうで、じゃあプレゼンターはじゃあこの UI がここ、この UI がまあアクションを起こしたってことはこのユースケースだなっていうユースケースを受けて、じゃあユースケースがエンティティを更新して、じゃあこう最後はユーザーにフィードバックを戻すみたいな一方通行の処理しか許さないっていうのがまあクリーンアーキテクチャなんですけど、なんか例えばだから、このアクションが来たら一旦じゃあこのアクションが来たらなんかこっちに処理を流しつつこっちにこう行くみたいな分岐とかも許さない、こう一方向の処理、あとは何だろう、こう来てユーザーが何か入力したら DB に保存していくみたいな、こうゲートウェイみたいなクラスを作っておいてユースケースで そっちにデータを流すみたいな、そのデータの流れをこれも制限するタイプの設計なんですけど、じゃあ、まあこのクリーンアーキテクチャとさっきのドロイダックスとダガー2を組み合わせるとすごい、まずクリーンアーキテクチャとドロイダックスが相性がいいのと、ドロイダックスとデータバインディングが相性がいいのと、クリーンアーキテクチャとデータバインディングが相性がいいんですごいいい感じになるっていうのを僕は自慢したかったんですけど、で、まあ、これさっきの図で、まあまあ、さっきざっと解説した通り、まあ、ユーザーがアクションを起こしたらそのアクションをハンドラーズにデリゲートされていって、ハンドラーズはとりあえずストアに対応するアクションを投げつける、でプレゼンターはビューが起動したとき、まあ、アクティビティが起動したときにそのストアをずっと監視しておいて、で、まあ、何か変更があったら、ビューにその変更通り変更が起こったら、まあ、ここを変更するようにっていうふうに処理を書いておいて、見た目変更するっていうのを、まあ、これをダガーで書くとすごいいい感じになるんですけど、これは何だっけ、まあ、ビューアクティビティとかフラグメントとかなんですけど、まあ、とりあえずこれコアタイム、まあ、タイムラインを作る画面、タイムラインの画面を作ると考えて、まあ、そのアクティビティなりフラグメントなりの処理を全部インターフェースに抽象化するタイムラインビューっていうのを作るのと、あとはこれスコープはダガーのスコープ、ダガー2のスコープなんですけど、まあ、そのタイムライン画面でしか使わないモジュールを宣言するのスコープを作ります。でさっきのハンドラーズクラスなんですけど、ハンドラーズクラスで何が必要かっていうと、まあ、とりあえずそのタイムラインのビューでアクションが起きたら、例えばこのビューがどんな値を入力されたかみたいなのを取得するのに、まあ、ビューのインターフェースが必要なんで、ビューのインターフェースとストアのインターフェースをが必要ですと。でそいつらはどうするかっていうと、まあ、ダガーでインジェクトしたらいいかなっていうのでコンストラクターで受け取るようにするみたいな。でちょっと実装は何も書いてないんですけど、これコンストラクターでビューとストアはインジェクトされます。じゃあモジュールの実装どうするかっていうと、これストア、ルートストアってことは多分僕アプリケーションでストア作ってるよって多分言い張りたいんだと思うんで、モジュールで宣言するのはビューだけかな。タイムラインハンドラーズで一番上にタイムラインスコープのスコープをつけておいて、でこのビューのプロバイドのメソッドにもタイムラインスコープをつけておいてってすると、
こいつ自身のハンドラーとか、あ、プレゼンターは実装全く一緒なんで省略するんですけど、一旦、なんだ、ストアのプロバイダーは、このコンポーネントより上位のコンポーネントで定義されている。で、ビューが必要で、このビューのプロバイダーは、このタイムラインモジュールで、プロバイドされる、提供されている。1ページ消えた。一番重要なページがない気がする。どうしよう。で、あとはサブコンポーネントでタイムラインコンポーネントにしておいて、じゃあそのタイムラインコンポーネントはタイムラインフラグメントにインジェクトできる。じゃあタイムラインフラグメントでは、そのコンポーネントがインジェクトされたら、お、なるほど。まあ、DI できるよっていう感じで、まあ結構いろいろメリットがあるんでいいんですよねっていう話をしたかったのと、あとはまあ、今日はこんな感じの話をしましたっていうまとめです。はい、ありがとうございました。